ポンポンポポンポンポグニャン。はい、じゃあ改めまして、こんばんは。こんばんは。今日は私の方でスペースを開くって言ったんですけど、録音機能をちょっと試してみたいということで、はい、ポポンさんの方で YouTube やと同時配信で後で録音させていただくのでよろしくお願いします。お願いします。で、名護市長選がですね、ついに三日攻防にっていうことでね、はい、木曜日から、三日攻防、本当に沖縄名物っていうところがあったんですけど、うん、これから、今、現職自公が推す戸口さん、うん、そして新人の岸本洋平さん、一騎打ちと戦いということで、やってますね。現地は、非常にね、オミクロンの感染も多いですけれども、はい、今回本当にね、オール沖縄も玉城デニー知事のね、秋には選挙も控えているということで、すごい気合が入っているという。で、同時にね、名護市長選と南城市長選っていうのも今あるんですよね。そうですね、はい、沖縄は本当に選挙イヤーということで、うん、今日もですね、国会では、衆議院の、通常国会代表質問が始まりまして、与野党の本格論戦が今日から、岸田総理の施政方針演説、政府四役の演説が終わり、それに対する代表質問、泉健太さん、そして小川淳也さんが立憲民主党は立たれたんですけれど、早速ね、ズバリと小川淳也さんが沖縄政策、沖縄振興について、沖縄の予算をね、安倍総理でも菅政権でもやらなかったのに、岸田政権は岸田総理は穏やかなふりしてお金を削ったと、これどういうことなんだということで深く切り込んだりですね、それから今年は沖縄選挙イヤーがあり、名護市長選もあるということと、そして米軍がね、米兵の方がもたらしたこのオミクロンの感染に関して、こう沖縄の皆さんの健康安全どうなってるのか、こういった話をですね、小川淳也さんが厳しく正してましたね。沖縄の話本当に5分くらい話されてましたから。あ、そんなに。結構35分間の質問の中で、福島のこと、そして赤木さんの問題、統計不正のこととか、いろんなことをご質問した中でも、沖縄のことをね、しっかりと、福島の話の後に、沖縄の話題を話されてましたね。はい、それは重要ですからね、沖縄の問題は。ぜひですね、YouTube で小川淳也さん のアーカイブ残ってると思いますから、皆さんも沖縄に関心がある、ここにいる千尋さんとか片谷ちゃんとか、私のフォロワーさんですけど、沖縄のことすごいね、関心を持っておられる、沖縄に住んでるような子たちもいますので、ぜひ、聞きに行かれるといいと思いますね。ねえ。そうなんですよ。でも現地の情勢はですね、やはり現職が2期目の現職って一番選挙強いんですよね。ねえ、そうですよね。やはり、頭一つね、戸口さんがこう、そしてそれを猛追追ってるということで、ここでこう岸本さんね、追いつく追い抜くってことがね、この残り3日でできるのか、やっぱりすごく注目になってますね。今回やっぱり加えてですね、非常に情勢調査もね、出口調査も期日前と出口調査の規模を縮小しても NHK しかやらないんですね。あ、そうなんですか。NHK しかやってない。電話調査はもちろんやってるんですけど、これね、名護の調査って非常に難しいんですよ。どんなふうに。まず統計学上ですけど、人口10万人、うちの会社は情勢調査や出口調査、電話調査等とか、調査なんかも調査分析もしますからね、10万人規模の自治体っていう、10万人未満、10万人を切る人口の自治体の、調査っていうこともやりましたけど、やっぱりこういう大きな政治的な争点、やっぱりこうイエスノーをはっきりというのがこう言いづらい、そうですね、そういう争点があるような地域っていうのは、例えば、原発立憲であるとか、こういった米軍の基地のね、こういった問題があるとか、こういう問題の是非を問うような選挙って、やっぱり
住民の本音をなかなか言いづらいんですよね。そうみたいですね。地域や立場がある。それで、ね、考えてみてください。あ、宮原さんもやってきてくれた。あ、来てくれました。うん、宮原さんもね。すごい。そう、わーい、名護からですよ。すごい。すごいスペシャルゲスト。いや、スペシャルゲストです。いや、ちょっとびっくりしました。ちょっと目覚めました。うん、今目が覚めました。宮原ジェフェリーさんです。今名護からですよ。しかも。すごいですね。うん、ぜひぜひ上がってきてください。ありがとうございます。これ 僕なんか嫌なスピーカーの方で、ね、で紹介してる、うん、はい、ああ招待しました。すいません、今招待させていただきました。はい、あのそれでね、今ちょっとあの、はい、話が途切れちゃったんですけど、はい、ジェフェリーさん上がってこれそうでしたらぜひいらしてください。こんばんは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 。よろしくお願いいたします。すごいですね。名古屋から、はい、もうはい、いらっしゃってくださいました。今ね、ちょっとあの10万人切る調査がすごい難しいんだよって話をして、やっぱなかなか本音が言いづらいと。で、まあ、6万人ぐらいの人口で、その5万数千人のやっぱり人口での調査ってすごい難しいんですね。だって下手すると、うん、結構その顔見知りだったりするわけですよ。でなんとなくこう出口調査まだ答えるとき、投票はそれはあの出てないからいいけど、電話調査って電話にかかってくるじゃないですか。なんでこの番号を知ってるんだろうとかって心理的なプレッシャーもあるわけですよ。そこで本当のことって言いづらいから、結構回答拒否も出てくるんですね。なるほど。だから電話調査がすっごいあの名護市長選は本当に取りづらいと言われてるんですね。でその中で特に今回はその期日前が取れなくて、もうあの NHK のみ出口を当日やるって、おそらくですね、あの公明党が沖縄大変強いので、この特に水木金と公明は票が動くことが期日前で先に行く方々が多いんで、そういう票の動きとか、どのタイミングで公明の人たちがこう、ね、学会の方が行かれるかとかっていうのがこう多分調査を毎日しないと、それは電話調査でも出てこないし、期日前の投票所前での出口調査ですか分からないことなんですよね、うんうん、だからそういう数字が分からないから、当日だけ取るっていうと当日と期日前ではちょっと票の動きが違うと思うんです。そうでしょうね、うん、だからね、ちょっと今回はすごく調査が難しいから、みんなすごいあの、まあ慎重になってるし、すごいこう、まあ、東京からそういう情勢分析する、まあ、世論調査に関して関心があるこう選挙関連の、ね、マスコミの方々と情報交換すると、固唾を飲んで見守ってるという状況ですね。なるほど、うん、それぐらい緊迫してますけど、現地どうですか宮原さん。まあ、正直そんなに盛り上がってる感じないんですよね。まあってまあ、そもそもその、ね、まあ、コロナがこういう状況で人の流れがそんなにっていうのが もう一つあるとは思うんです。で結構まあそのなんていうのかな、それぞれの街頭演説会なんかを見てみても、あの今までそのね、その中央からあのみんなが知ってるような政治家が応援に来てみたいなやり方ではなくって、結構その辻辻を回って、でそこの地域から選ばれた市議会議員で、そこの地域では名前が通ってる市議会議員が、まあ、若干挨拶してから、候補者が喋るみたいな、そういったようなやり方にシフトしてるので、まあ、動員とかもそんなないですし、で、まあ、よく見られる沖縄の選挙でよく見られるようなそのね、のぼりがつ、ま、町中に立ってみたいな状況は全然ないので、まあ、どこまで、まあ、正直投票率がそこまで伸びんのかなっていうのも、街の雰囲気を見ててもちょっと怪しいのかな。そうですね、あの前回 あの4年前がポポンさんのでね、かわいい動画作ってくださってたけど、うん、76% ぐらいでしたっけ。すごいですよね。で衆院選が52とか 50% 台前半ぐらいでしたっけ。あ、そうですね。そうそうそう、だからあのまあ当然その首長選の方が投票率あれですけど、多分おそらくあのこれだけね感染が拡大してくると、もしかしたら、投票率が今そう盛り上がってないっていうことで言えば、あの宮原さんおっしゃるように投票率がちょっと前回よりか低い可能性はありますよね。
まあ、そんな雰囲気なのかなって印象ですけどね。はい、あの今日はそういえばあの玉城デニー知事が結構現地名護に入られて夕方回ってたみたいですけど、その様子なんかはご覧になっていらっしゃいました？はい、行ってきましたね。ちょっとでも、あ、そうですか。うん、でも最後、まあ、7時半からのところで待ってたんですけど、うんうん、ちょっとなんか、まあ、前半あそれまでの工程で押してたみたいで、もう20分ぐらい押しでもう10分ぐらいしか喋れないみたいな状況だったので、うん、駆け足だったんですけど、まあその、まあ、動員なのか応援なのか分かんないんですけど、ギャラリーは30人弱ぐらいの人たちが集まってですね、話を聞いてるっていうような状況でしたかね。いや、僕もあのライブ配信でちょっと見てたんですけど、なんか若い女性の方がね、駆け寄ってきたりとかして、すごいなっていう感じはしましたね、なんか見てて。うんうん、あと、ちょっと早い時間に私も動画で今日夕方5時ぐらいからの現地入りした活動を見てると、その北部地域に県の方でも、あの病院を作ったっていうことで、あのそれは玉城知事の、まあ、これ功績実績になってくるんだと思うんですけど、うん、まあ、あのそういった連携が県と名護市でできるみたいな話など、そういった医療の部分でもかなり、うん、あのそういった対策や、もちろんコロナ以外のそういった病気のセンターを作るみたいな話をされてたんで、うん、まあ、そういう医療施設とかそういう話も、あの当然基地問題以外の話も、あのやっぱ首長というか知事なんでね、玉城デニー知事がすごく語っておられたのが印象に残りましたね。うん、はい、あの岸本さんとか戸口さん現職のこう、はい、訴えとかそんなのとかは今日あのどんな雰囲気でしたか？そうですね、戸口さんに関してはその初日はその遊説日程の公開があったんですけど、その2日目3日目とですね、あの演説会の日程の公表がなかったので事務所で聞いてみたら、そのなんかその本人が選挙カーに回るっていうよりは、なんて言ったかな、あの支援者とかあの企業団体とかの挨拶回りに平日は基本的に使って、まあ、そういった演説会みたいなのは、まあ、もうちょっと後半にやるみたいなことが戦略だったっていうようなことを言ってらっしゃいましたね。まあ、実際そんな感じで動いてるっぽいです。でそうですね、まあ、訴えに関してはまあそうですね、まあそれぞれの、まあ、従来通りのお話ですかね、その、まあ、国とのパイプをっていうようなことを現職側は言ってて、で、あの岸本さんが側に関してはそのやっぱり、まあ、基地問題についての、っていうようなことを言ってるというようなのは、まあ、変わらずっていうようなところかなと思います。はい、なるほど。なんかこうギャラリーでいらっしゃってる両者の聴衆とかはこう世代とかで見るとどんな感じなんですかね？うん、そうですね、ギャラリーって感じで来てたのはその今日の夜の岸本さんのところは、まあ、ある程度あのギャラリーっていう感じで 2,30 人の人が集まってたんですけど、うん、それ以外で見ての僕夕方5時台の演説を岸本さん、戸口さんそれぞれ見てるんですが、それに関してはもう動員もほぼなくて、本当通りがかりの、お年を召した方が1人2人聞いてるかっていうのと、まあ、意図としてはその近くの集合住宅の人たちに声が届けばなぐらいな形で、あとはその沿道の車に対する手振りですね、まあ、そういったようなことをやってらっしゃるっていう感じで、ただそのあれですね、その実際に彼らの色のジャケットを着たあの運動員の方々に関しては、若干その戸口さんの周りの方の方が年齢層が若いのかなっていう印象でしたね。はい、はい、実際こう今こう街歩いてると若い方っていうのは宮原さんいらっしゃる学生さんとか、いや、まあ、沖縄の人そもそも歩かないんです、外をね。車なるほど。まあでもその、そうですね、まあ、買い回りをその、まあ、普通の人が使うようなところで意識して、あの買い物、ね、ドン・キホーテとかに買い物行ったりとかはするんですけど、まあ、そこは別に普通に変わらず、あの家族なりがあの買い物をしてるっていう状況はそんなに変わってないのかな。
感じですけど。なんか天気も悪いですよね、ここ数日。そうなんですよ。結構ね、しっかり雨が降ったりとかっていう状況が続いていて、もうただでさえね、有権者との接触がってなってる上に、ね、雨なので余計に立ち止まって話を聞いてっていう状況になりづらいのでっていうのは結構、うん、いや大変だなっていうようなことはその応援弁士の方も言ってたんですが、まあそれはね、あの両陣営とも同じ条件なので、まあ、どう出るかっていうところですよね。うん、なるほど。あの期日前投票はどうですか、あの市役所の市民会館でなんかやってるっていうのを聞いたんですけど。やってるみたいですね。ちょっとまだそこは僕は見に行ってないので、まあ、明日にでも様子見に行こうかなとは思ってるんですけど。いや、なんかやっぱあの映像で見てる限りは、なんか作業服着た人とかが結構多いなっていう感じがして、やっぱり組織的にやっぱり、組織を持ってるとこが強いのかなっていうふうに、なんかちょっとやっぱ思ったりもしましたね、僕は。まあまあね、期日前については、そういう提出もあるとは思うんですが、まあまあね、沖縄の場合、どっちもどっちで組織票的な票の動きがあるので、まあそれね、批評的な人が多いからといってどっちに有利かなっていうのも、まあ、一概に言えないところだと思いますけどね。なるほど。なるほど。まあ結果よく分かんないってことですね。あ、今ジェフェリーさんのところに DM を入れとくので、よかったらなんかそれリツイートしたりとか、参加してますとかってツイートしといてくださったりすると。 ありがとうございます、はい、ポポンさんもなんかちょっとこれを今リツイートしとくといいかも。はい、いや、あの DM 入れといた。はい、リツイートします。あ、そうそう、宮原さんね、本当すごいですよね、はい、宮原ジェフェリーさん、なんとね、あの大学時代は琉球大学行かれて、ね、沖縄でね学ばれて、沖縄のこと詳しいんですよ、めちゃくちゃ。そう、いや本当夢のようなね。いやいやそんな大したなんとかではないんで、全然。いやいやいや、もう今回も今日はすみません、今日お待たせしてしまって。はい、そうやね、待たせすぎやで、待たせすぎや。そんなことをポポンさんが言える立場ですか。いろいろ突っ込みますよ。どんだけ待たせんねん、あゆね。いや、宮原さんに僕は、あのね、すいませんね、なんか。全然なんか、あの、行けたら行こうぐらいに思ってたんで。あ、もう、もうそれぐらいでね、それぐらいでいいですよ。うん、なんて、あの初宮原さんにそんなポポンさんダメですよ。いや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 、それぐらいじゃないとね、それ、いや、この時間にってなったらもう いつまでってなりますもんね、なんかね。そう、あの皆さん、もしせっかくなので現地宮原さんもいらっしゃるんで、ご質問とかあったらぜひぜひリクエストとか上がってきていただけたらと思いますけれども、一応ざっくりと構図は今貼ってる私のノートのとこでもう全然無料ページのとこで読めますから見ていただいて、はい、あともう情勢がね、結構もう各社報道出てるんで、非常にまあ接戦と、でやや、まあ戸口さんリードみたいなのとか、岸本さん追うとか、まあ大体横一線とか、そういう報道がもう並んでると思いますので、まあ、現地非常に大接戦っていうことは一つ言えると思います。うん、で、はい。で、4年前はね、ポポンさんがあの、はい、ツイッターでなんか可愛いあの動画を、海の動画をなんか、アニメーションで作ってましたけど、はい、前回は3500票差ぐらいだったわけですよね。そうですね、4年前はね。4年前はね。それで、衆院選がポポンさん何秒、百票差。去年の衆院選は1498票差で、はい、まあ、矢田さんが負けて島尻さんが勝ったんですけども、はい、まあ、差は詰まってんのかなっていうね。はい、いうのはちょっと思ったなっていうので作ったんですよね。あのアニメーション、なかなか宮原さん結構可愛いんですよね。あ、ぜひ。これ、あの、気向いたときに。可愛いんで、もしよかったらリツイートしてあげてください。これ、あの30秒で分かる名護市長選、どんな感じっていうのが。分かりました、見ます。この動画、なんかね、ポポンさんが
絵を描いたみたいなので、宮原さんもアーティストの一面もあるんですよね。あ、そうですよね。一緒じゃないですけど。うん、まあ、いや、あ、アーティストの方でもあるんですよね、なんかね。いや、なんか、じゃなかった。キュレーター。そうです。はい。ね、すごいですよね。いや、あの、自民党の茂木さんも、はい、あの、衆院選の1500票差っていうのをすごくなんか強調してはって、なんか。茂木さんはそうですね、島尻さんの応援に入ってましたもんね。うん、うん。まあ、だから大変なんだみたいなことは言ってはりましたね、茂木さんもね。まあ、茂木さんがね、いち早く、あの、うん、本当に衆院選が終わってから、うん、全国の参院選に向けた総括で入ったのが沖縄だったんですよ。でその足で名護にも入って、連動選対委員長も入ったし、菅前総理も入ってるし、沖縄も続々と大物が入って、本来だったら、前回なんか小泉さんが3回だか4回やってきたから、なんかあの、もうどんどんタレント議員を入れてですね、大公勢でこう名護市長選やろうとしてたんだけど、このオミクロンでもう幹部全部最終日まで誰も入らないという状況になったんですね。うん、だからそういう意味で逆に言うと、あの、まあ、オール沖縄側、特に岸本さんの方にはあのデニーさんいますけど、あと与野党が自力が試されるというか、その自力っていうかですね、本当そういうあのコロナ禍の選挙ってやっぱり応援して当てにしてた中央からの応援が来ないみたいなのっていうのは全国的にどこの選挙でもままあるんですよね。うん、だからやっぱりあのそういう時にこう演説も上手で間が持つ候補者であるってことはすごいやっぱ大事で、まあもちろんそういう人じゃないと受からないんだけど、そういうだから本当陣営とかその本人の個人力みたいなのがものすごい試される。うん、で そういうところで言うと、あの新人の岸本さんなんかはどうですか今。うん、いや、どうですかね。さっきね、あのインスタライブやってたんですよね。あの、はいはい、最初のロッドツイッターに感想を書いたんですけど、うん、あれで、まあ、構図としてはそのデニーさんと岸本さんに対して、うん、その、うん、まあ、20代30代の若者が質問をするみたいな形で、うん、やってたんですけれども、うん、ちょっとやっぱ岸本さんについてはもろもろその政策についての理解というか、あの、の甘さっていうのがすごく見えたなっていう印象で、うん、うん、なんで甘さですね。例えばそのなんていうのかな、あの、まあ、質問に当たってたのが20代の女性の方だったんですけども、うん、まあ、女性の政治家をこれから増やしていくにはどうしたらいいでしょうかねみたいな質問に対して、うん、で、まあ、岸本さんの答えとしては、まあ、女性の方にいっぱいなってほしいと。女性っていうのは子育てもするから、うん、あの愛情も深いですし、なんて言ったかな、ですし、まあ、素晴らしい感性を持ってるので女性に政治家になってほしいみたいな、かなりその、まあ、基本的なことが全然あの分かってないなっていうのが、そういう結構だからそのインスタライブみたいなラフなうん、になってしまうとそういうあの、うん、ところが出てしまうなっていうのが、で、うん、今回そのね、長敏さん、南城の長敏さんも そういった形でやってましたけど、逆に保守側っていうのはそういうことやってないんですよね。うんうん、そういうのはそのあたりのことはちゃんと分かって、あの戦略としてやらないっていう選択肢を取ってるんだろうなっていうのは見えてくるだなっていう印象です。こっち側トークライブやらないってことですか。あの、まあ、インスタライブみたいな形でそのラフにお話をするしてそれを配信するみたいなやり方はやってないってことですね。アドリブでね、ポロッと、そうですね、じゃちゃんとそういうとこは見えてしまうっていうのは気をつけた方がいいんですよね、やっぱりね。そうでしたね。まあ、あのその辺はだからその逆にインスタでやる親しみやすさっていうのを出すかっていうところとかもあって、あといろんなやっぱり接触面が現職と違ってないので、いろんなツールを使って顔と名前を売っていくっていうのがやっぱり新人はあるので、そうですね、あのそんな選んだり取捨選択してる間もないんだと思いますよ。うんうん、だからやれることは全部体力があるならやるっていう方式だと思いますね。若い候補であればなるほどさらですね。うん、まあ、そうですね、まあ、印象としてはそのあの、うん、この
その戸口さんはその自分の緑色のイメージカラーのジャージというかジャケットを着て、うん、のに対して岸本さんはそのずっと背広の姿で、うん、駆け回ってっていうので、その、まあ、そのイメージとしてはそのなんだろうな、静観でフレッシュなみたいな、まあ、とてもね復帰っ子で50歳になるんですけど、うん、っていうのでやってるので、まあ、そういった印象付けがどこまで、進歩するのかなっていうところも、うん、であとインスタって結構また若いメディアでもあるので、うん、若いターゲットとかこう女性とか子育て世代とかをターゲットに取る、メディアでもあるんですね。だから、うん、多分ツイッターで政治を見てる人、フェイスブックで見てる人、 LINE で見てる人、うん、YouTube で見てる、それからそのインスタで見てるだとそのターゲットが違うと思うんですね。だから結構割とインスタはゆるくやってたりする場合とかがありますね。例えば、うん、小川淳也さんなんかが衆院選の時になんか小泉京子さんとかとトークとかをインスタでやったりとかしてましたね、うん、そうそうそう、うん、だからそういう場面だからこそ余計にそのあたりでそのジェンダー論的なものに対して理解のなさみたいなのがポロッと出てしまったりとかっていう、うん、なるほどね、余計にそういう人たちの方が感度が高いので、なるほど、どう取られたのか受け取られたのかなっていうのはちょっと、うん、不安になってくるなっていうところでしたけどね。なるほど。まあね、まあ、どうなっていくんでしょうかね、これ。逆に私がなんか見てたつぶやきとかで、なんか、うん、スタバは結局来なかったとかって言って、なんか学生さんが書いてる子たちがいたんですけど、そう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 。スタバ誘致ってあれどうなったんですかね。宮原さん、スタバありますよね。スタバもう名古屋にあるんですか。あれなんかジャスコになかった、イオンになかったかな。ないみたいな、スタバ結局来なかったとかって言って、いや戸口さんね、前回スタバ誘致するって言ったんですけど、あ、本当だ、元部までないや、うん、そう、結局来なくて、なぜかその隣の元部長にスタバができたっていうね。なんなんやっていうね。まあ元部はね、その美ら海水族館に行く人たちがいるので、結構開けたところなんですかね。なんか開けたというか、まあ、何もないところ、何もない、何もないというか、その美ら海水族館のすぐ近くに作ってるので、うん、そういう意図なんでしょうね。なるほど、うん、その動線上ってことですね。そうですね、だから名護にはないということですね、うん、そこは引っかかりたところですね、僕は、ね、すごい。でも印象残ってますよね、スタバを訴えてましたよね、前回ね。言ってただっけね、そうそう、いや、なんかもっとすごい、なんか名護のなんか砂浜をね、なんかすごいいっぱい賑やかにするみたいなことも言ってはったんですけど、いや、それもどうなったんかなっていうのは引っかかってますけど、僕は。そう、ちょっとごめんなさい、4年前の検証はやってない。なんかね、ショッピングモールで、ショッピングモールの複合施設みたいな商業施設と、うん、で若者もすごいこう楽しめるスポットを作るのと、スタバっていうのをすごい言ってたんですよね。まあ、沖縄でスタバっていうのはやっぱりちょっとしたあれなんですかね、こうすごく欲しいっていうのはあるんですかね、よくわかんないですけど。どうなんですかね、なんか鳥取とかにもね、最後の一軒、うん、そうそうみたいな、そういうの話もありましたけどね。そうそう、だからね、鳥取はそれでね、平井知事が砂場って作りましたよね、うん、スタバはないけど砂場とかって言って、砂場コーヒーですだけ、そうそう、違う、砂場があるって、スタバはないけど砂場があるって言ったら、砂場とかっていうカフェができましたよね、鳥取には。そう、行きましたよ、なんか砂場。だから、那覇とか浦添やったらいっぱいあるけど、うん、名護とか、なんですかね、ないですね、行くとあんまないんですよね、なんかね。そうですね。うん、まあ、だからなんだって話ですけどね。うん。僕はそんなにいるかなっていうのは、なんか沖縄って言ったの何でしたっけ、A&W でしたっけ、はい、うん、あそこでルートビアを飲むとか、そういう感じのイメージが勝手にあるんですけど、まあ、まあそういうのもありますよね。ありますよね、うん、なんか宮原さんが沖縄って言うと、沖縄に帰ってくると食べたくなるものって何かありますね。なんだろう、飲みたくなるとか。飲みたく、まあ、ルートビアは買って飲みますけど、うん、
なんですかね、そばは食べるし、あとヤギですね、ヤギなかなか食べる、そうだからもうね、前は入ってしまってて、全然夜の店とか行けないので、はい。うん、なので、しょうがなく、ホテルでおとなしく文章書いてますが。なんだっけ、ヒージャー料理じゃなくて何ですか、ヒージャーですね。ヒージャーって言うんですね。もうヤギ、沖縄県知事選の時食べました。で、調子に乗って食べすぎると、今度本当に元気になりすぎちゃって、うん、すごくもう貧血っぽいぐらい夏バテっぽく疲れてた時に食べて元気になって味を占めて、翌々日ももう一回帰る前の日にヤギを食べようとかって言って、ちょっと食べ過ぎちゃったんですよね。これがね、効きすぎちゃって、正直大変でした。だから、ヤギ本当に元気になりますよね。元気になるし、うん、美味しかった。いいですよね、沖縄。あと、ごめんなさい。あとね、その、まあ、もう今回やっぱ辺野古の新基地建設問題って言うんですけど、その名護市ってね、あれなんですよ、本島の中で一番面積としては市町村の中で広い、一番広いんですね。うん、なので結構一口に名護って言ってもいろいろあって、で辺野古大浦湾の側っていうのは東側の海岸なんですね。はい、東側と西側と、うん、はい、ね、人口が集中してるのは反対の西側、僕も今そっち側に滞在してるんですけども、はい、うん、そね、だから その東側についてはもうスタバどころかコンビニも なかなかないみたいなようなあたりなので、そこのあたりのだから、まあね、世論調査では基地問題が一番重視するっていう数字が出てますけど、やっぱりその実際に東側に住んでる人と西側に多く住んでる人たちのリアリティっていうのもやっぱり若干違うんだろうなっていうのも、うん、僕もそんなに今回も何回も東側に行けてるわけじゃないですけど、はい、あるのかなっていう印象がありますけどね。ありますよね。そこはすごく地図を見ててもそうだと思いますね。うん、何もないですもんね、ね、今基地の周りってね、ほんまに言うたら何もないわけでも、まあ、実際ないんですけど、まあ、若干、ね、商店があったり社交街がもともとあったりして、まあね、かなり人口は減ってはきてはいるんですけども、そこに住んでる人はいて、で実際3年前の参議院議員選挙ではたまりともてるさんという方が実は立候補していて、その方辺野古に住んでいて、辺野古建設イエスっていう立場で立候補した最初の人なんですよね。へえ、うん、っていう、まあ、僕も実際その方インタビューしたりしたんですけど、うん、なんかまあ、本当にいろんな意見があるっていう中で、それぞれの土地土地のリアリティがあるので、うん、そこは丁寧に見ていきたいなっていうふうには思ってます。なるほど。辺野古もね、まあ、難しいですね、なんかね。まあ、難しいのかな、どうなんでしょうね。まあね、工事はなかなか進まないだろうし、で、まあ、今後とも反対の立場は、まあ、どちらの候補が勝っても変わらないでしょうし、はい、うん、でもなんか今日ちょっとですね、永田町で謎なこう情勢調査が流れる事件みたいなのあったんですよ。沖縄の方から流れてきたのかなんかで、本当にまあ、某メディアのなんか電話調査した調査の生数字的なものとかの、その数字の例えばね、ポポンちゃんチャオ40対チャオ50みたいなのとかぐらいだったらまだいいとして、なんか本当にそれを集計してるようなグラフデータ、でそれ私も2カ所ぐらいからそういうものが来たんですけど、なんか見て、まあ、本物っぽいんですよ。本物っぽい、うん、はい、それはどうなんですか、それで。いや、まあ、どう見ても本物なんですけど、うん、で、まあ、だからすごい見ててへーと思いましたけど、なんか意図的に流してるのか、何なんだろうみたいな、うん、はい、
それは、はい、ねえ、なんていうか、はい。はい、明日からの動き見たら分かるかもしれませんね、中野としてはね。はい。気になる。明日から何ですか？いや、明日からの両陣営の動き見たら、なんとなく分かるのかなと思ったりもしましたけど。あ、もうだからそれが、昨日の夜から今日の朝にかけてすごい流れたんで、うん、やっぱりそこから、その三日工房の前にそういうものがなんか意図的に流されてるのかなとか、うん、沖縄激しい、あの、そういう生のデータのもう100ページぐらいにわたる調査データみたいなのが本当に来ちゃうんですよ。100ページ。はあ。うちでも調査やるけど、そういうもうあの細かくそういう質問のとかグラフとかが全部来るんですけど、だいたい100ページぐらいかな。うん。うん、それがクロス集計したのとかもう全部わーってきちゃって。はあ。だからもう見てもう。そういう調査をやってるから、もうこれ本物だわってすぐ分かるんですね。うん、だから全部で今ページ見たら122ページ。122ページも。そうそう。あれ。でもそういうデータが来て、でもね、まあね、これ見ても、うん、こういう122ページを見慣れてる人じゃないと、ちょっとまあ、見てまあ、ざっとは分かるんだけど、これをどう使う、データをどう読むかっていうのは、やっぱりちょっと練習が必要かもしれない。うん。そあんまり詳しいこと聞いたら あかんかもしれませんけど、はい、それはそんなに長いレポートっていう感じじゃないですよね、それね。レポートっていうか、一つ一つの個別の質問に対してのグラフとか。っていうことでしょうね、それね。その集計したりっていう、そうそう。それで、あの、まあ、クロス集計って手法があるんですけど、例えば、あの、女性で10代の人は誰に入れたかとか、女性で20代の人はとか、だからそういうの一つ一つそういうのクロス集計していくんですけど、そういうのまで全部入ったやつがなんか全部流れてるというびっくりな。はあ、そのクロス集計ってだから女性で10代の人はこういう政策をやってるとか、その3つ掛け合わせたようなのとかね、そうクロスでこう分析していくとか、ただのアラデータの基礎データのグラフもあるけど、そういうクロスで集計したようなものまで全部入れると122ページぐらいになるんですね。うん、まあ、そういうものが来ていてちょっとびっくりした。すごいですね、それ。そう、すごいしげしげと眺めちゃいましたけどね。だから言う、まあまあなんとなく僕もちょっと今分かりましたね、なんかそれが、あ、どういうなんか調査表みたいなんでしょうね、それね。調査表っていうか、まあ、グラフです。グラフ、はい、まあ、詳しいことは言えません。まあ、でも言えません、言えません。そういうグラフの集計レポートみたいなのが一式来てるから、はあ、すごいですね、それ。恐ろしいなと思いました。だってそれだって、そのメディアがね、相当金額をかけてやってるものが、そんな意図、あの、情勢調査ってそんなお安いものではないので、やっぱりそういう調査設計して、そういうものがそんな出回っちゃってるから、ちょっとぎょっとしましたね。いや、どうなるんすかね。いや、もう一つ言えることは、すごくあの、うん、沖縄も選挙が大好きで、選挙に熱い県じゃないですか、うん、で、そういう最近の傾向で、ここ数年なんですけど、この特に3年ぐらいの選挙がなんか妙にこう、自民党のね、衆院選の時も自民党の調査と称したようなものがなんかこう流出してたりとか、ネットで、まあ、SNS が一つ発達したからっていうのもあると思うんですよね。わざとなんか偽情報とか撹乱したようなのを流す場合もあるけど、いや本当に本当のそういうデータを流してたりとかみたいなとかもあるし、なんかあの、まあ、沖縄とか山梨とか、なんか、まあ、今度3月に石川県知事選なんかもあるけど、そういうとこは本当そういう会情報がいろいろ流れるんだろうなと、ちょっとまだそれだけ沖縄選挙イヤーがまあ今年始まって、まあ、与野党しのぎを削ってるからそんなものも飛び出してきちゃうんだろうなっていうのはちょっと思いました。なるほど。うん、それぐらい、だから、なんていうのかな、現地そんなに盛り上がってないって、宮原さんおっしゃるんだけど、うん、でもなんかそういう中で静かな火花が散ってんのかもしれないし、そういうものがなんかこう、うん、ボンと流れるとか、前回の少なくともあの関係者のところではなんとなく情報交換してたりってあるけど、そんな表に、表っていうか、まあそういうのが流出するってことはなかったんで、うん、
そう。関係者では盛り上がってるんでしょうね、これね。多分ね。関係者っていうか、なあの永田町ではもう与野党、この名護どうなるのかねとか、みんな固唾を飲んで、メディアの方とかでも見てますよ。そりゃそうでしょうね。うん、まあ、そしたらもう、あの名護すごい注目してるし、うん、そう、あのみんな見てますよね。うん、それは見てる。で、やっぱり今日もあの三原さんいらっしゃる前に話してたんですけど、ポポンさんとあの、まあ、小川淳也さんとか、本会議場でもう今日の代表質問でも、うん、沖縄振興のことについてや名護市長選のことにも触れてるんですね。なので実際本当に国会でも取り上げてるというか、今日総理への質問で小川淳也さんが名護、まあ、沖縄のことについて質問してたんで、まあ、あのそれだけ沖縄が注目されてるって感じがしましたね。なるほど、うん、なんでちょっともうあと3日なんですよね。なんかあの終盤にかけてこんなとこ注目して見ていこうかなとか、なんか宮原さんの方はありますか？どうですかね。まあでも候補者2人しかいないんで、あの、はい、それぞれの情報を見て見つけたら見に行くぐらいのことですかね、うん、はい、あれ宮原さんはなんか宮原さんのやってる YouTube とかそういうのはなんかあるですか？はないです。なんかあのなんかあのご依頼いただいたところで書いてるだけです。あ、なんか宮原さんとかね、やられたら絶対のにね、もう本当に、あの、いろいろ本出されたり、まあ、いや収益化するまでが大変じゃないかと思って。もう収益化の仕方だったらもうポポンさんが詳しいです。なんですか？わかんないけど、いや声がいいですよね。ね、声がね、そうそうそう。渋い渋い、すごくいいですよ。なんかまあなんか声かけていただいたところでなんか出たり喋ったりしてますんで、なんか見ていただければと思います。はい、はい、なんか質問とかあればね、どなたでも、ね、ぜひぜひ沖縄のこと、うん、現地から宮原さんも来てくださってるんで、うん、なんかね、逆に質問して いただいた方がねいいかもしれないですよね。あれば、ね、なんか手上げるやつとかあるんですかね、なんかね、弱かったり。あるある。あって、弱かったっていうか、リクエストをしていただけたら。そうですね。いや、多分、宮原さんの話にね、あの聞き入っては、はい、はった方が多いと思うんでね。なんか、うん、私はとりあえず、今回本当8日から行こうと思ってたんですけど行けなくって、で横田はじめ先輩も行くと思ってたんですよ、うんうんうん、で横田さんも行ってないっていうんですよ。横田さんいないんですか？横田さんいないんですよ今回。なんか横田さんの怪文書はいろんなところで見るんですけど、ね、横田さんの使った怪文書をよくいろんなところで見る。何横田さんの怪文書って何？いや、あるね、横田さんの記事を引用した怪文書です。横田さん、なるほど、うん、横田さんすごい話題になってますよ、名護市の盛りかけ事件みたいな ね。そうなんだ、知らなかった、うん、それ そんな横田さん、そんななんだ。だから横田先輩今名護ですかって、いや東京なんだよとかって言って、なんかね、あ、そうそうそう、その郷原先生いらっしゃるじゃない、弁護士の元先生ね、うん、ね、うんうん、その郷原さんがなんか沖縄に行って訴えを名護でするとかって言ってたから、それを取材に行こうかと、あと小川淳也さんの名護の青空集会にもう一回行こうと思ってたんだけど、なんかお二人とも中止になっちゃったから行かなかったんだよとか言ってて、あと感染がやっぱりあるからとかって言って、ちょっと他の日程もあるから、ちょっとなんかタイトで今回は取りやめたっておっしゃってて、行ってないんですかと思って。そうなんですよ、いやすごい行きたかったんだけどって言ってたから、もう宮原さんすごいですよ、現地現場にいて。いやね、なんかね、人がいない隙にちょっとやって仕事をもらわないとって。いや本当ですよ、今行ってないですからね、あの、うんうん、田中隆作さんとかも行ってないし、あれ畠山さんとか行ってるんですかね。畠山さん多分来てないですね。あ、本当ですか。うん、あ、もうこれもう宮原さん独占、ちょっと独占どっかでね、うん、仕事やったのかな。すごい、いやでも僕結構やっぱね、コロナ禍で取材をいろいろサボっててですね、あの、いいやと思って、危ないしと思ってたんですけど、ちょっと畠山さんの本読んでやっぱ
真面目に見ないとなと思って、そうそう、うん、思った次第な。いや、なんか畠山さんの本とか読むと、本当、なんかね、畠山さんとは本当にあの東京で会うよりも、戦場で会うって感じで、まあ、そうです、横田さんとかも本当になんか、うん、横田さんと会うときって、いつもなんかすごいマニアックな場所で、選挙区でいうと新潟3区の本当に無人駅とか山形市長選とかがあった時もなんか蔵王の山のバス停の前とかポツンと待ってんですよ、銭形警部みたいに、あれ横田さんとかと思って、はぁとかって言ってなんでそこいるのみたいな、あの私は車で現地の人と乗ってて、一人なんか駅見かけたおじさんがいると思ってそうそう、したらなんかバス待ってるんですとかって言って、これ逃すともうバスが今日で終わりなんですとか言ってて、とかって言って8時にあの個人演説会が終わるじゃない、はいはい、でその8時の最終の8時台の最終のバスを待ってるんですけど、なんか夏から秋にかけてだったけど、もうなんか蔵王とか寒いんですよ、もうだからすぐ横田さんをお乗せして下まで降りてったとこありましたよね。なんかやっぱ守備範囲が似てる守備範囲が似てる人っていう、そうだから4年前の沖縄県知事選の時もなんか横田先輩とかと一緒になんかあの回りましたよ、なんかどっか行く時とかに、あのたまたま琉球大学の学生さんがあの私に連絡して、その子の琉球大学で私もちょっとなんかゼミとかでお話しさせていただいた子がいろいろあのインターンというかドライバーとかやってくれて、その子に運転で横田さんとかと一緒に回りました、うん、そうそう、あ、ポポンちゃんもいたんだよねその時ね、そうそう、ポポンちゃんも来てたんだよね、そうそう、ね、台風直撃でしたけどね、なんかね、あ、そうでしたね、あの時帰れなかったんですけど僕はどこ行っても大体畠山さんと会うところか、私も畠山さんとも会うんですよ、へえ、畠山さんも、うん、ある演説会で僕と畠山さんしか聞いてなかったっていう演説とかそれね、なんか私もあの富山県知事選とか鹿児島市長選とかで会いましたね、畠山さんと、うん、そう、なんかそれもすごいやっぱマニアックな山の上で会ったりとかどうしてそこで会うのみたいな、もっと鹿児島市内で中心部で会うとかじゃなくて、もう畠山さんどこでもいるなっていう印象がとってもありましたね、今度の県知事選もそんな感じでいろいろ回れたらいいんですけどね、どうなんでしょうね、そうですね、本当に、でもやっぱりあの現場に行くとなんかその熱量とか陣営の方の動き方とか、やっぱ演説とか、うん、その皆さんの熱気みたいなのとか、やっぱコロナ禍でもその集会に来たりこう立ち止まって見てる人とかっていうのを見てると、やっぱ選挙ってすごい現場で見てると伝わるものがあるので、やっぱり現場行きたいですね。そうですね、なんか、うん、だから僕なんかそのね、その世論調査とかの数字が分かんない分、うん、そうやってね、あの現地だったり候補者だったり支援者を直接見て伝えることしかできないので、なるべくね、うん、見に行かないとなっていうふうに思ってますけど、まあ、それで宮原さんの場合は本当にね、あの沖縄で学生時代を過ごされてたりするから、やっぱり現場のこう皮膚感覚っていうか、そういうことすごい多分近い感覚をお持ちだと思うんですよ。やっぱりうん、なんかいいなと思いました。ねえ、今日もなんか宮原さんはツイッターを見てて、お弁当700 350円っていうのを見て、あ、そうそう、沖縄のお弁当ってあのシリシリだっけ、あの人参のこうフランスでいうと人参のキャロットラペみたいな細切り人参みたいなの食べますよね。あ、そうですね、あれを作る専用のおろし金みたいなのが売ってて、そうあのシリシリって言うんですよね、あのシリシリ、そう、あれは辺野古で買ってきた弁当ですね。なんかねあれ見てて沖縄っぽかって、今日私はなので沖縄にちょっと気持ちを寄せようと思って、オリオンビールはなかったけどゴーヤチャンプル作りました。ですか。あ、今宮原さんの写真見ましたけど、いいお弁当ですね、350円の350円。なんかね沖縄っぽい、なんか今日ね無性にねゴーヤチャンプルとジューシーが食べたくなったんです、うん、ジューシーはなんか沖縄の炊き込みご飯ですね。
なんか素朴な感じの、お母さんが作ってくれたようなお弁当ですね。そう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 。そうなんですよ。で、ちょっとなんか印象がね、オレンジ色っぽい感じの色味なんですよね、沖縄のお弁当。そうですね。ケチャップとか好きでいいですね。あ、ケチャップね。あと意外と、あの、私、あの、沖縄県知事選の時知ったもので食べたくな、食べて、こういうのあるんだと思って、あの、ゴーヤチャンプルはあるんだけど、フーチャンプルっていうんですか、奥のチャンプル。はい。あれとかなんかハマりました、なんか。なぜかハマりました。だからその、佐喜眞さんが好きな食べ物、フーチャンプル、フーチャンプルってなんだと思って、とりあえず頼んでみて、そう。頼んでみたというのはありましたね。いや、いいですね。いいですね。こう。そう。まあ、でも本当にまだね、ポポンさんも三原さんもご存知の通り、はい、この名護市長選の結果を受けないと、多分与党の方は参院選の候補も県知事選も誰出してくるかが決まらないから、うん、ちょっとすごいそういう意味で注目なんですけどね、うん、そうです、うん、実はこっそりですけど、私はちょっとこっそり今日ちょっと早い時間にデニー知事とちょろっとだけお話をしたんです。話した内容は内緒だけど、うん、もう内緒でね、はい、内緒 お電話で元気ですかって言ったら元気ですって言って、なんか気合い入ってらっしゃいましたね。うん、だからあのだからいろんな沖縄の政治関係者こう与野党連絡する中でデニー知事にもちょっと取材をしてみたんですね。お話聞いてみたらなんか気合い入ってる感じしましたね。いや、今日あの晩にね、岸本さんのとこ行った時も気合い入ってるように見えましたけど、どうでしたか？なんかね、あのこれから向かうって言ってる時でしたね。最後はだけど元気に電話切るときはチャオとか言ってくれたんで、チャオって切りましたけど、うん、そうなんですよ、うん、多分気合い入りすぎてどっかで演説をして遅れてきたんだと思いますけどね、うんうん、そうそう、もう8時まで10分しかないじゃんみたいなときについてきて、そう、そう、なんかね、あ、気合が入ってたんですね、きっとね。いや、だから沖縄来てないのっていうか、いや、行けてないんですよって言って。でも私はもう本当に行く気満々だったんで、沖縄の取材に。はい。もう通常国会始まるのもすごいウォッチして大事だけど、もう沖縄選挙イヤーだと思って。なるほど。だから宮原さんがめちゃくちゃ、あの、羨ましいです。いやね、今んとこね、大赤字なので、ここから仕事作っていかないとっていうのをプレッシャーに。あれ、宮原さん、ノートやってますよね。ノートやってないですね。あれ、ノートやってないかったでしたっけ。やってないですね。まあなんか自分 あの独自ドメインのブログを、うん、はあるんですけど、あんま書いてない。独自ドメインので書いたのもノートに転載しておくとか。そうなんですか。うん、そうすると、そこで宮原さんに。サポートとかできるよね、私たちが、ね、選挙 .com にもね、書かれてますよね。この間、はい、久々に書きましたね。まあなんか、うん、選挙 .com はデビューだったんで、そこからずっと書かせてもらってますけど。とか、まあなんかいろいろやってますね。あとは、なんかラジオ番組とかも、ね、最近は。でも宮原さん、本当 YouTube 絶対やった方がいいよね。今年の沖縄選挙イヤーで、宮原チャンネル絶対やった方がいいよね。まあまあ、ちょっと考え、ありがとうございます。ちょっと考えてみて。いや、もう、いや、すごいですよ。あの、なんですか、ね、ラジオとか、とハブ沖縄にもプロフィールが載ってはったりとか、すごいな。うんうん、ね、絶対、ね、うん、いいですよね。ハブ沖縄はね、その、あの、この間の衆院選とか、その開票特番みたいなのを、うん、まあ、配信ですけど、なんかやらせてもらったりとかして。あ、そうですか。はい。これからも、いや、今年ね、沖縄選挙イヤーですから、すごく大活躍されると思うんで。まあ、なんか行ったり来たりしなきゃなっていうふうに思ってます。そうなんです。ぜひ皆さん、宮原さんのアカウントフォローしてあげてください。ね、今ここに宮原さん、名護いますって書いてある、はい。なんか大丈夫ですかね。なんか聞きたいこととかある方は、じゃあ、ね、ある方。ぜひぜひ。ぜひ最後、
ね、全然いいですけど、あの個別に聞いてくださってもいいですしね、はい、ぜひぜひ上がってきていただけたらと。は今ね、熊本さんっていう辺野古、うん、交差する辺野古ってご本を書いてらっしゃる方も上がっていらっしゃ、聞きに来てください。ああそうですか、うん、フィールドワークを20年続けてるんだって。すごいですね、すごいすごい方がいる。よかったら上がってきてみてください。ちょっとねお話していただければ。もう日にち変わってしまいましたね。もう今日から三日工房ですかね。そうですよ、これは三日工房です。はい、なので、あ、いらしたんじゃない、熊本さん、はじめまして。あれ、はじめまして熊本さん。あ、マイクオンにしてもらったら、マイクを外していただけたら、はい、あ、これでいいのか。はい、うん、はじめまして。はじめまして。あの、急になんかツイッターで上がってきたんで、あの、入っちゃいました。はい。はい、僕も今、今日、名護に来まして。おぉ。はい。で、最後のところだけちょっと、デニーさんと、洋平さんのやつに聞いたっていうぐらいですけれども、うん、はい。ですね。はい、いや、なんか、今回、僕ずっと、2002年の、市長選挙からずっとこれ見てるんですけれども、うん、というか今日見た感じだと、なんか一番こう、静かだなって感じですね。うんうん。今回の選挙がね。はい、です。なんか、まあもちろんコロナの影響もすごく大きいとは思うんですけれども、うん、なんか、宮原さんどう感じました、そのあたり。いや、ね、いや本当に静かな選挙だなっていう印象は一緒ですね。それはその聴覚的にもそうですけど、視覚的にも上りが立ってたりとか、ビラが張ってあったりとかっていうのが、状況が全然ないっていうのは、おそらくね、先生見てらして、多分そういうあたりとの比較だと思うんですけど。そうですね。はい。もう本当に午後ちょっと見てるだけなんですけれども、なんかこんな静かな感じっていうのはこれまでなかったなと思っていて、はい。熊本さんの見て交差する辺野古っていうご本を書かれてるっていうことで、はい、今明星大学の教授でいらっしゃるんですけど、はい、辺野古でずっとフィールドワークをずっと20年やってらっしゃるんですか。はい、そうです、そういうことやってまして、で、はい、今日も、まあ、市長選があるので来たというのと、まあ、辺野古にやっぱりなかなかちょっと行けない時期があったので、コロナで行けなかったっていうのもあって、はい、まあ、まあ、去年12月にちょろっと行って、で、今回またやっぱり行かないとなということで、で辺野古に、今日とりあえず夕方行ってきました。はい。いや、やっぱり20年こう、ウォッチしていて、どうですか、なんかこの、まあ、今日盛り上がってないっていうのもありましたけど、どんなことをこう辺野古に先生は思ってらっしゃるっていう。あ、そうですね、これもなんか、うん、もう辺野古からすると、これ、多分どっちが勝ってもあんまり変わらないんですよ。はい。で、なんかやっぱり、建設を止められないっていう意識は、やっぱり辺野古の人たちは強く持っているので、はい、まあ、だけれども選挙のたびにこう注目をされてっていう、なんかそこに対して、まあ、非常になんていうかやるせない感じを持っているなというのを思っていますね。うん、これまでその市長選挙の時って、まあ、辺野古って豊原区市っていう3つの区を合わせて久米3区って言い方があるんですけれども、久米産区の、選挙対策事務所っていうのが、はい、辺野古の中にこれまでずっとできてたんですね。はい。で、それが今回どっちの陣営もできてないんですよ。ああ、確かになかったですね。そう。それ、僕、今日って初めて、知って、あ、どっちもできなかったんだと。
もうそれは一つにもうコロナの影響で、ね、それはもちろんあるんですよ。もちろん、でまあ、他いくつか理由もあるんですけれども、個別の理由もあるんですけれども、はいはいはい、もうそもそもやっぱり今回の選挙に対して、まあ、そこまでその辺野古っていうのが、まあ、辺野古の人たちが、まあ、関心を持ちきれていないというかですね、はい、まあ、乗り切れていないなというのを、今日見たところでは感じてます。ああ、なるほど。はい、いや、なんか、まあ、まだちょっと今日見ただけなんで、また明日以降どうかなっていうところあるんですけれども。はい、はい、なるほどね。今、先生のツイートを、98年以来7回の市長選で争点は、辺野古の移設っていうね、この今、つぶやきを。多分、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。急にお邪魔して。いやいや、うん、上がってきてください。なんか、フォローさせていただきまして、いろいろお話をまた伺わせてください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでもいつまで先生はいらっしゃるんですか？月曜日までいますね。はい。あ、もう、じゃあ、やっぱり今回はもう、ズバリ名護市長選をウォッチしていらっしゃったそれですね。こともともとだからこの辺野古のことに対してのフィールドワークをずっともう先生ご専門でやられてるってことですよね。はい、辺野古の住民の立場から見たこの普天間の移設問題を見ているという立場なので、はい、ぜひ本も読んでいただけると嬉しいです。はい、先生宮崎生まれってことでね、宮崎も今宮崎の市長選があったりとか、先生の地元も、ね、の地元ももう全然自分の地元よりも名護市長選の方が詳しいですね。はい、ああ、そうですか。ね、岸本立夫さんって岸本洋平さんの父様の岸本立夫さんっていうのがもう、うん、名護ではね、ものすごいこう、まあ、伝説というか、まあ、すごい名物市長でいらっしゃったわけなんですけど、うん、なんか今回は奥様のね、はい、高子さんもすごいマイクを握ってらっしゃったり、尾長さんの知事 の、はい、奥様もマイク持ったりとかっていう、はい、ね、なんか弔い合戦みたいな雰囲気を多分作ろうとしているんだろうなとは思い、うん、そういう雰囲気で尾長さんの、ね、奥様が名護出身っていうことで、はい、そうですね、すごいね、はいはい、そうなんですよ、まあ、そういうのもあるし、うん、まあ、やっぱりその岸本立夫さん自身は、まあ、まあ、受け入れた側の市長さんでもあったので、はい、まあ、その印象をやっぱりこう少しでも薄めるっていう部分が必要だったんだろうなというふうには思っています。うん、なるほど。ですね。まあ、ね、受け入れたけど、7つの課題を政府にね、はい、突きつけて、うん、すごい気骨のあった、はい、保守政治家ですよね、沖縄は、ね、今は特にそういうふうなイメージをこう強く出しているので、はいはい、先生なんかは一条地主でしたっけ、その地反戦地主、ね、反対のああいう頃とかも見てらっしゃってるんですか？岸本立夫さんが選挙に出てる時っていうのは2002年の選挙の時に見てるだけですね。あ、なるほど。2006年には亡くなられているので、はい、なるほど。あ、すごい。でももう2002年からだから、もう20年以上辺野古に通われてるってことで、はい、すごいな、もう辺野古の明日なんか私のインターンの男の子なんですけど、はい、沖縄の戦後史とかずっと沖縄の琉球新報でもインターンを夏休みなんかにさせていただいたこと、はい、夜9時から喋るんですけど、ね、またよかったら先生、はい、もしお時間がなんか9時過ぎどこかで調整がつくようでしたら、また先生どっかで、そうですね、で話、はい、でなんかうちのインターンは東京にいるんですけど、ちょっと4月から某マスコミに入るんですけども、もう夢はね、那覇支局に行くのが夢ということで、はいはい、
そんな子もいるんですが、ぜひあの先生のような方にお話をいろいろ伺いたい。多分うちのインターンなんか読んでるんじゃないかな、先生の本をきっと。その子は本当にあの、はい、北海道生まれなんだけど沖縄が大好きという子で、はい、そう、まあ、今 卒論が終わったら沖縄に行くって言ってて、まだちょっと最後卒論の提出のあれがあったんで、はい、うん、行けてなかったんですけど、はい、ありがとうございます。まず、はい、ぜひぜひ、はい、お二人をちょっとフォローしておきますね、後で。はい、あ、ぜひぜひ、あの、あと横にいる宮原さんがですね、今名古屋に先生それこそいらっしゃいます。そうなんですね、はい、うん、あのね、どこかでまたお目にかかると思いますので、その折はよろしくお願いいたします。うろうろしてますので、はい。はい、僕もうろうろしてますので。はい。なんか、選挙はこうやって交流ができるからいいですね。すごいですね。あの、私は、あの、一応、政治アナリストしてますが、あの、普段は国政なんですが、あの、地方選挙も大型、そういった選挙、今年は沖縄選挙イヤーなので、ね、もう全てにわたってすごく沖縄に注目してます。はい、よろしくお願いいたします。勉強させてください。ありがとうございます。うん、すごい、なんか、嬉しいですね。なんか、こうやって、あの、こんな、まあ、私たちのようなもう素人がやっているのを聞きに来てくださっていて、もう恐縮してしまうという。もうすごい方ばっかりでね、本当恐縮します。もうありがとうございます。いやすごいな、なんか。ますますね、あ、うん、今日からというかね、もう木曜日からの三日攻防はもう注目かなと思いました、僕は。そうですね、あの現地の、まあ、うん、女性、あの正直なんか、あの本当に選挙のこの電話調査に出なかった人たち分をどういうふうに計算に入れるかっていうのが正確な数字をはじき出すというか、我々ちょっと情勢分析する側はそういうところも見るのが腕の見せ所なんですね、はい、うん、だからどれぐらいの今票差なのかっていうのがこう我々の中ではものすごい実はこう水面下で、なるほど、うん、あれしてるんですけど、まあでも実際現地行ってないのでね、何とも言えないし、今回は本当にそういう調査が、うん、あの、うん、非常にこうオミクロンでまさかの本当に出口調査が先生できないんですよ、ね、今回 NHK だけ最終日にやるみたいな。そうなんですよ、僕それ知らなかったです。ええ、そういうような状況、ええ、深刻な状況になっちゃって、例えば琉球新報さんとか地元紙なんかも、うん、あの現場の記者の方なんかが出口やったりとかするけど、この感染したりすると大変じゃないですか。そうですよね。だからあのそういった調査委託するような会社とかもですね、やっぱスタッフの方に感染を出しちゃいけないとかっていうのは、やっぱり今この、うん、ね、こういう調査があると大概、まあ、あの沖縄にもそういう出口調査専門の会社とかきっとあると思うんですけど、まあ、でも結構東京とか関西とかの会社とかこう全国的に動いてとことか派遣されて行ったりとかする場合もあるわけなんですね、はい、まあ、調査員はあのちょっとトレーニングして現地の方にやっていただくってこともあるかもしれないんですけど、うん、まあでもあの本当にやっぱり感染対策をすごく徹底しなきゃいけないから、結局まあ、費用の面プラス安全ってことを考えて結局やっぱり断念しちゃうってケースが多いんですよね。うーん、あとその調査規模を縮小してやるとかね。そうでしょうね、前日やらあの全部の日にちや日数分やらないとかですね、はいはい、なんかやれないんですよね。そうなんですね、うん、そうか、出口調査できないと本当に分析ができないですね。そうなんです、そうなんです、めっちゃ怖いな。うん、まあ、あ、先生はそういう調査とか数字とかもあの後での出口とかそういうのもやっぱりずっと見ておられるんですよね。そうですね、そこは出た時やっぱり意識しますね、結局、はいはい、今もじゃあ各紙読まれたりとかしてるわけですね、はい、そうです、今情勢調査が4つぐらい出てますよね、はい、はいはい、出てます、出てます、はい、もうなんかそこを見てでもやっぱり全体的に、うん、基地問題の方がこう下がってきていて、はい、まあ、経済とかの方にシフトしてるなっていう感じがあるの、はい、まあ、ツイートしたようにですね、そのうんざり感みたいなのがこう強いなという
感じがしてますね。なるほど、なるほど。なるほど。先生、またちょっとフォローしてくださったら、ちょっと DM をまたください。ちょっと、はい、はい、行政のことでまたご連絡します。はい、まあ、でも、いずれにしても、あれですね、すごく大接戦ということは言えると思います。出ますなとは思っていますが、やっぱり、その1期目の、まあ、要するに2期目の選挙になるのです、はい、そうですね。良いかなというはい、まあ、一般的に2期目って一番強いんですよね、よっぽど何か失敗がない限り、うん、ですよね、はい、多分その岸本洋平さんってその革新側の切り札だったと思うんですけど、うんまあ、多分ここで出ざるを得なかったんだろうなとちょっと、うんはい、あの他の対抗馬、うん、対抗馬なしっていう選択肢がないけれども、じゃあ誰がっていう時に多分本当はあの次の時まで取っておきたかったんでしょうけれども、もう出ざるなのかなという、これは僕はそう思ってるだけではあるんですけれども、あの昔からその岸本立夫さんのご子息の陽平さんは将来的に出るんじゃないかっていうのは目されてたりしたんですか、やっぱり。おんあったんです、うん、先生昔から目されてたんですかね。あれ？あ、ちょっと接続不良かもしれない。うん、接続不良かもしれない。いや、僕もちょっと落ちたりとかしたんでね、さっき突然落ちたりとかする。そうですね。うん、はいはい、あ、今聞こえました、ね。大丈夫ですか？聞こえました。はい。先生聞こえますか？聞こえます。はい。岸本洋平さんは、前から市長っていう呼び声は高い方だったんですか、やっぱり。という、まあ、市長の呼び声が高いかっていうと、そうとも言えないんですけれども、うん、まあ、やっぱり岸本ブランドみたいなのはあったのが、ねうん、と、まあ、やっぱりその、お長さんの時ですよね。はい、はいお母さんの時にも岸本洋平さんはもう完全に小長さんの方についていて、で、まあまあそうなればやっぱり洋平さんだよねって雰囲気はありましたよね。なるほど、なるほど。あ、まさか多分あの稲嶺進さん、前の市長さんが負けるとは思ってなかったんですよね。ああ。4年前がね。4年前は。はい。と思ってなかったんですよ、はいはい、だそれこそ稲嶺さんが3期やってでその後陽平さんみたいな流れができればベストだったんですけど、うん、負けちゃったんですよね、うん、そうですね、そう、そこは多分大きかっただろうなと思ってます。ちょっと多分革新側はいろいろ狂っちゃったんだろうなと、うん、いや選挙って本当そういうこう巡り合わせだったりタイミングっていうのが本当にその代替わりとかも含めてありますよね。そうですね、うん、なるほどね。まあ、まあ面白いとこであるけれども、ただ有権者がちょっとそこで放っておかれてる感じもしなくもないので、はい、そうですよね。それがまたそのうんざり感みたいなところにもこうつながっているんで、うん、なんかやっぱり名護市のことは本当に名護市民が決めればいいなと思っているけれども、それができない状況がずっともう98年いているので、うん、だからまあまあそれがうんざり感につながっているんだと思うんですけれども、すごくそのうんざり感プラス、あの稲嶺さんが負けたあの名護ショックっていうのは、うん、本当に沖縄県知事選の時とかも引きずってましたよね。そうですね、うん、だから革新の方は本当にあのものすごい圧倒的に与党の方がリードしてて、うん、はい、か浮かれちゃいけないとかものすごいこう、うん、だ蓋を開けたら11万票差で玉城デニー知事が当選されたんですけど、岩手にそういう情勢を陣営の結構全体でやってる人間とかでもなかなか信じれないなんていう人とか、記者の方でも半信半疑の人とかがいたりして、それがこう情勢報道に反映されたりとかもあの沖縄の県知事選はしてましたし、
やっぱり衝撃だったのが、本当に尾長知事が道半ばでね、本当に突然、まあ、お病気だったんですけれども、お亡くなりになられて、結構本当に玉城デニーさんがお出になってこう、知事になっていくっていうのは、あれは、ある種のドラマチックだったし、こう宿命づけられてたし、で、まあ、その名護からの名護でね、稲嶺さんが負けた時の尾長さんの険しい顔っていうのかな、そういう私、今でも4年前のこと覚えてますよね。うん、そうですよね。だから、難しいですね。はい、でも、その市民がどこまでその政治家のことを見てるかっていうところも、はい、まあ、その関心持ってる人たちはいいけど、そうじゃない層が増えてきている中で、どうすればいいのかなっていうのは、やっぱり思いますね。そういう中では、今日インタビューさせていただいたエピソードの中で、玉城デニー知事をちょっと今日話させていただいて、はい、まあ、そういう戦争を知らない戦後世代との橋渡しっていうのが、この本土復帰50年に向けて、岸本さんはそこの橋渡し役ができる世代だと。もう自分は実はおじいちゃんでも孫なん、こう見えてもちゃんさん僕若く見えるけどね、もう孫がいる世代だからねとかなんて言って玉城知事が お茶目におっしゃってましたけど、だからそう、安心して子供や孫を任せれるのが傭兵だっていうのを伝えていきたいんだよみたいなことを言ってましたけどね。はい、はい、若さはすごく感じました、うん、でも、はい、そうそう、じゃあデニー知事がそれを託せるように気合注入しに行くんですねって言ったら、気合注入しに行く、でも今日だから気合注入しすぎて後半8時ギリギリまでの演説が時間ずれ込んだってさっきジェフリーさんに聞いたんで気合い入れすぎて入れすぎに行ってたんですよね、もしかしたら。そう、はい、いやでも時刻が1時になってしまって、ジェフリーさんもお疲れだろうし、本当にありがとうございます。今日名護入りしたんですよね。そうです、はい、はい、やっとフィールドノートをまとめ終わったところでした。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん上がっていたので、もうこういうのに参加するのが初めてで、どんなもんだろうと思って見に行ったら声かけられてちょっと驚いた。すみません、気軽になんか辺野古とか書いてるから、いや大学の先生、なんか知らずにこう、なんかぜひ上がってきてくださいなんて、のんきに声かけちゃいました。すみません。でも、嬉しかったです。ぜひ、はい、またお声がけください。ありがとうございます。明日からのまた名護の様子とか、教えてください。先生にちょっと DM も送ります。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ポポンさん、ぜひ、締めてください。ありがとうございます。なんか皆さんのこと出演したのとか、ぜひぜひ、ポポンプグニャンさんの YouTube にアップしていいですか。はい。ありがとうございます。お名前、熊本先生も書いといて大丈夫ですかね。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、じゃあぜひ先生のご著書とかもご紹介しといてください。はい、紹介しておきますんで。はい、よろしくお願いします。ジェリーさんも。僕も本注文したんで。はい、でも書いておきます、書いておきます。名護市長選情勢とかで検索すると多分ポポンプグニャンさんが出てくると思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、皆様。またよろしくお願いします。いや、でも、もういよいよ木曜日だから3日工房ですけど、なんか今日楽しかったですね、ポポンさん。ねえ、いや、すごい、もういいお話が。もうびっくりしました、もう。はい、またぜひよろしくお願いします。はい、よろしく、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2人とも、名護、またいろいろ教えてください。本当にありがとうございました。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。皆さんもありがとうございます。ありがとうございました。はい。そうです。どうもありがとうございます。失礼します。失礼いたします。チャンネル登録よろしくね。